よし、落ちたな。前半がネガティブだったんで、後半ちょっとポジティブにバラ色に行きます。よいしょ。これからの予定は一回車に戻って吐き気止めと抗うつ剤とそして漢方薬を飲みます。そんでもってパチンコ屋に行きます。パチンコ打つわけじゃないぞ。パチンコ屋にね、初めの一歩っていうのがあるのよ。もうそれがそのね、読むとこがそこしかないのね。この街は古本屋は一軒しかありません。一軒しかないので読むのがね難しいんですよ。熊本市内に行くわけにもいかず、熊本市内はいっぱい古本屋はあるんですけど、天草市内は一箇所しかなくってパチンコ屋ただだからね。まだ天草のパチンコ屋でも古本屋置いてるとこがあるんだけど、めんどくさくて行ってない。多分行けば俺が求める本があるのかもしれない。でまあとりあえず初めの一歩をね全部読みたいのだ。100巻以上あるらしいからね。まだ20何巻しか読んでないからさ。歩こう。信号青になった。カメラを撮ってるとね集中力が3倍になるから危ないのよ。だからキョロ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 してます。今度はこっちから行くか。こっちボタンは押さなくてもいいかな。押さなくてもついてるみたいですな。ついてる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 。おお、偶然にも仕事中の人に出会いました。偶然にも仕事中の人に出会いました。仕事中の人に出会って、この何とも言えない空気が漂ってるんですよね。相手も信号で止まってます。仕事中です。配達かなんかしてるんだろうな。こういう場合は気まずいという一言が似合うんだよね。やっぱね、気まずいわ。何あいつカメラもなんか変なもん持って一人で喋ってんだって、そう思われてると想像してしまうわけよ。気まずいわな。相手も止まってこっち見てんだから。で相手も動けないわけさ、信号待ちで。よし、下向けるか。あー気まずい気まずい、超気まずい。あー気まずかった。いやー照れるね、こういう時はね。照れるよ本当に。なんかでも懐かしかったからいいや。嬉しかったなんか、なんか嬉しかった。やっぱカメラ持っててね、うろちょろしてるとね、やっぱおかしいって思われるわな。でもまあそれはいいんだよ。最初の高校生みたいにからかれることもあるかもしれないし、おかしいと思われることもあるかもしれない。でもね、それでいいんだよ。明日死ぬかもしれないんだよ。くだらない常識なんか、そんなのとらわれてどうすんの。俺はだからさ、アメリカみたいにね、ほら裸でビーチに寝転がるとかあるじゃん。ヌーディービーチ、あれも日本でもいいと思うんだよね。何が猥褻なのって思うの。まあそらね、猥褻なんだけど、男の生き至ったあれなんか見たくないものね。わいせつちゃえわいせつだけど、でもそういう自由度があってもらいいと思うな。もう一回言うよ、明日死ぬかもよって言って、本当に今日死んでたり明日死んでる人が毎日いるんだから。自殺者だってさ、年間3万人だから、日で割ったらさ何人なの。365日で3万人でしょ。計算できないけど、少なくとも数十人死んでるわけだよ一日。
やだこっちゃよ。ごめんね、暗算苦手なの。計算して。3万割る365で。昔計算したときに1時間に4人ぐらいは死んでらっしゃったような感じがする。それはだって自殺者だけだからね。自殺者だけの数字だからね。事故死とか病死とか含めるとさ、えらいもんだよ。もう一回言うよ、くだらない常識とか恥ずかしいとか思ってたらさ、考えて明日死ぬかもよ。もったいないよ。というわけで俺はここで堂々と声を上げていきます。ちなみに都会でこういうことすると真っ先に通報されるから気をつけて。都会ではね、都会でこういうことをすると、通報されます。職務質問は覚悟ですな。ほら、でも職務質問なんかどうでもいいんだよ。別に悪いことしてるわけじゃないけど、ないからね。ただ変質者としてマークされるから、何か事件が起きた時に呼び出しじゃないけど何かねあると、まあそれは仕方ないね。冤罪が怖いね。痴漢の冤罪の番組みたいなさ、逃げられないみたいなね。私人逮捕って言って、私人逮捕、この人犯人ですって痴漢で言われたら、もうその人で逮捕されたみたいね。公務員じゃなくても警察官じゃなくても私人逮捕って言って逮捕できるんだって。で連れて行かれて、無実って言っても 99.8% 負けるんだって話なんだね。だ痴漢に疑われたらもうこれ勝ち目ねえもん。じゃあどうするか、もうあれでしょう、思いっきり手を上に上げて電車乗るしかないでしょ。それしかないよね。俺も怖くてたまんなかったもん。あれ見てガクブルだよ本当に。右見て左見て、あれは怖いよ本当に。ちょっと左手疲れてきた。右手に移す。じゃあ左手にチェンジ。よいしょ。手をチェンジ。ああ重いね。手が重い。つうわけで電車で俺はもう絶対決めた。両手上げて電車乗ろう。もしくは人のいる時にはもう本当最新のチューハケたらってポケットの中手突っ込んでこう。いやダメだな。あれはゆすりたかに回るみたいだからね。痴漢ですって言って女子高生、どうすんのかな、時代にするっていう女子高生とかいたみたいだからね。おい俺らの何してくれんだお前、痴漢だよお前、痴漢いいとこして、どこ勤めてんだって、あどこ勤めてんだ。こういう事件が本当にあるからね。だって有罪率が高すぎるもん。 99.8% 話になるんだよ。で自分の無罪の証明しないといけないだって。痴漢の無罪の証明なんかできるわけねえじゃんそんなの。この人犯人です言われたんでしょ。それ無罪って言われたらね、もう無罪ですって言われても、それは周りの人に信用してって言っても、周りの人だって知らない人だからね。この人痴漢ですって言ったらさ、ね、みんながみんなそれ、これお前痴漢したんかって話になるからね。どうもでいいや。つうわけで電車の時気をつけること、もう女性専用車両に行って、みんな男と女分けて、本当に、おかしいよね、本当おかしいよ。保険の世界でもさ、交通事故の保険でもね、女性と男性で全然違うんだよ。顔の経過とかさ、女性は高かったり男は安かったりするんだよ。違うでしょと思うね。女性は顔が命という感じ、考え方なんだよ。それとなんだ、あれは家事とかを女性がするからってことで給付金があるんだけど、それだって女性の方が高いんだよ交通事故。なんでそういう話をするかっていうと、俺交通事故で何回か跳ねられたことあるんだよ。何回かっていうか、入院したことがあるんですよ。そういう時に、まあ、知った知識なんだけどね、飲酒運転のバカに跳ねられてね、バイクを乗ってたらこう赤信号で止まってたらドカーンって来たら、後ろから来られてびっくりしたよ。気づいたら倒れてて、保険の知識がないから、まあそのいろんな意味で言いくるめられて、保険屋さんに最小限のお金で自断しちゃった。あれ自断って怖いね。一回自断したらもうなかなか手に負えんのよ本当に。そういうわけで数回事故の経験があって、数回とも保険屋さんにうまくやられて、俺はもう頭に来てます。保険屋には頭に来てます。というわけで、その度重なることで知識が少しあります。ほんの少しだけどね。
保険屋は話にならないから注意しろということです。いい顔してると、あ、痛み見るぞと。保険屋は思いっきり顔で笑ってるけど、あ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、あ、今回は本当申し訳ございませんでしたって言ってるけど、頭の中ではこいつこのくらいの知識がねえな、こいつはこのくらいで時短できるな、このくらいの出費で済むなってことを計算してます。すっごい勢いで保険屋計算してます。だから保険屋と保険屋に話させるのはまあ当然なんだけど、交通事故の時は本当に気をつけないといけないのは、絶対に口車に乗ること、簡単に時短にしてること。もうあいつら頭の中で本当に計算してるから、こいつは知識ねえな、本当にこの具合で終わるんじゃねえのっていうね、本当に思ってるからね、気をつけてください。全然アドバイスになってないけど、保険屋に気をつけろってことです。事故にあったらすぐに時短しないこと、それこそ1年ぐらい引っ張って構わないぐらいの勢いでいいです。そのぐらいでいいです。また左手が疲れてきたから右手にチェンジすっか。結構 400g のカメラって重いのよね。よいしょ。おっと、ドブ側に子供たちがいる。映さないけど何を撮ってるのか。掃除か。掃除してた。掃除？あ、違うか。落としたんだね。なんか落としたんだね、きっと。そして、あまり話しかけるのやめとこう。少々不審者と思われちゃうから。田舎だからね、まあ、都会でも不審者と思われるんだけど。息切れ始まった。さて、よいしょ、ここは天草の運動公園です。ビデオ撮影記念。まあ理解できなかったでしょう。よいしょしょ、疲れた。理解できないかったろうね。俺も理解できない、もうこんなことしてるの。理解できないというよりメモリー、なんかブログだからね、ビデオブログっていう あれ自体がないだろうな、5歳ぐらいには。俺もな、こんなことしてると思わなかったもん、昔は。するとこれ意味があるのかって言われたら意味がねえなよ。いや、あるのかもしれないな。見てくれる人がもしいたとしたらそれはあるな。見てくれる人がいたとしたらそれはある。見てくれなかったとしても俺が見るからね、後からどうせ。何年かかったか分かんないけどさ、2014年の今日は5月19日か。今こういうことしてるってことがあと見ることがあるかもしれないからね。そういう意味で意味がある。よし、右押し左押し確認したら歩こうと。何してるんですかって言われて恥ずかしかったな。恥ずかしかったって答えな。やっぱりね、メジャーじゃないんだよこういうことは。そらあれだよ、ロンドンブーツの厚志くんも警察に噛みつくわな。街中で駐車違反じゃないと、すったかべったかで、あのクソババアとか言っちゃうわな、ロンドンブーツの厚志くんはね。ここで愚痴を言ってもらうなんだけど、ネタの一つとして、アホカタさんってめちゃイケで、あれアホカタさんってあんまりでしょ。で、ラジオで岡村隆史さんが、おぼかたさんも納得して笑ってくれるような内容だと思うんだけどなとか言ってたらしいですけど、本当にその部分を前後も見なくても、その言った時点で、いやそれありえないかと思うから、懲戒免職になりそうな人間がね、懲戒免職になりそうな研究者がアホかたって言われた、逆にその懲戒免職になりそうな弁護士も雇ってる状態で笑えるか。笑えるわけねえじゃん、女のアホかたって言われて。どれ、そんなことよりあれだ、吉本といえばお前ね、生活保護不正受給の小本ちゃんがいるじゃん。お前に食わせるためはねえ、そのお前に食わせるためはねえっていうあれがあるじゃんね。
年金不正受給とかね、キングコングのもうあのなんだ、キングコングの顔になんだほくろがあるちっちゃい子、ごめん俺吉本の嫌いなの好きな人ごめんね。なんで嫌いかというと、もう吉本興業の興業、今は知らないけど昔は黒いよね多分ね。あーほらごめん予想的からのあれだ、俺のあれ吉本興業ではもちろんもう黒いよね昔はね、今は知らないけど黒いよね。興業のあの起こすっていう感じ自体がもうそもそも興業だからね、あれだね、やーが使うの、やーがね、やーが使うような時代よね。まあそこから来てても別にほらね、て敵屋さんとかほらね、屋台屋さんも昔はね、そらね、これあんま言えないんだけど、まああれだ、ナイティナインの岡村さんに言いたいことは、アホ方さん言う前にてめえんとこのお前に言わせるためはねと24時間テレビの終わった次の日に会見開いてクビになった、クビになって優雅な生活してる人を追っかけパロディにした方がいいんじゃね、付き合ってねえって、こんな黒い子さえしねえってリーゼントしてる人ね。いや天才だと思うよ、我々の天才だと思うよ、でも嫌いなんだよあれ、あの人嫌いなんだよ。ごめん見てたらごめんね、見てないけど、見てないと思うけどごめんね、吉本興業嫌いなの。なんで嫌いなんだろうね、嫌いなの。だからさ、アホ方さん言う前にさ、そっち寄せろよね、年生活保護不正受給なんかしてるあの人たち、パロディ面白いと思うよ、面白いよね。あ、ダーティーだ、考えなしに喋ってるうちにネガティブになってしまった、悪意をぶちまけてしまった、すみません。さて、そういうわけでここは本土年金事務所、ここに年金の相談とか来てます、来てましたか。1ヶ月経つたびに10年10年経ったやつが払えなくなってます。もう10年以上払ってないのがあるからね、消えていってます。払えって言われても払う金はなし、払う金はなし、うん、暗くなってきた気分が。何の何の、帰りはポジティブに行くって決めたじゃん、決めたじゃん俺、じゃあポジティブに行くんだよ。今こういうことできてるのが奇跡じゃない、奇跡じゃん、奇跡じゃない。ネギなんかしようかもな、もう仕方ねえじゃん。でもやることやるんだよ、払える分やったら払うよ。まあそこで一つ、年金のしげ、なぜ10年とか20年経っても、あ、10年とか経ったら払えなくなるのって話、落ち着いて考えていれば分かると思うけど、払いたい人が払うって言ってんだから払わせればいいじゃん、なんで払わない、払えないようにするのと。その分の利息みたいなもんつけて、11年目ですね、あなたは11年前払ってませんね、はい、これで利息がいくらついてますので、いくらいくら払ってくださいって、その遅延損害金みたいな、遅れたから申し訳ありませんからけどこれ増えますねって、その金額プラスして払わせてばいいんだけど、払わせない、払える、払うことができない、これおかしな制度だよね。落ち着いて考えてみて、払いたいと言ってんのに払わせないんだよ、ちょっとおかしいよね。年金未納3兄弟って政治家たちがいたおかげで、年金のその払える時効みたいなもんが10年前に遡ることができるようになりました、なりましたけど、10年超えたら払えなくなるっていうのはまたおかしい話なんですよ。そこがね、11年目でも12年目でも13年前でも払いたいんだから払って、今の現役の受給者、年金もらってる人、年金給付されてる人に当てればいいんだよ。常識に考えればほら、そうでしょ。ごめん俺おかしい、話し方がちょっと都会人みたいテレビ人みたいな話し方になってますが、今気にしないでくださいね。え、払えるもんが払えると、そこおかしいよね、払わせないっていうね、受け付けないっていうのは、遅れた分というか払えない分は、じゃあ違う、時間がかかった分は利息をつければいいということですよ。そんくらいのことをなぜできないのかね。それじゃあ払わないっていう人が出て当然だよ、払いたいのに払えないんだからね、そこおかしいと思う。じゃあそういうことで。